14番パー3池越えに来ております。ここの眺望は非常に綺麗で私は、一番好きなホールです。何ヤード？137、8番。左から。ちょっと左すぎたけど、まあ乗ってるし、バーディーパットだけどバーディーじゃねえかなみたいな感じかな。ちょっと長いな。モエカ選手のバーディーパットになります。2段グリーンの下からです。ちょっと難しい、スネークラインかな。最後はフックするな。止まれ止まれ。ちょっと残してしまいました。さあパーパットになります。ここは確実に決めたいところ。ナイスパー、2アンダーキープしております。15番パー4です。まっすぐです。真ん中狙ってください。ちょっと右に行ってしまいました。右ラフ。ちょっと右ラフに入って前の木がスタイミーっぽいんですが、モエカ選手はフェードヒッターなのでなんとかなるでしょう。162ヤード6番アイアン。フェードしないバンカー一直線。バンカー手前。モエカ選手ピンチです。15番ホールバンカーに入れてしまいました。さあパーセーブできるか。いい感じで打ってます。お、寄ってる寄ってる寄ってる。おお、ナイス。まあ一応入れて。モエカ選手バンカーからナイスアウトでした。これを沈めて2アンダーキープしたい。ナイスセーブ、ナイスパー。2アンダーキープしております。15番ホール終わりました。最難関の16番ホールにやってまいりました。ここからは見えないのですが、右側に大きなユーカリの木があるので、ピンポジによってはど真ん中でもスタイミーになってしまうので、正面のバンカーにを狙って、左3分の1をキープしないとセカンドが狙えません。ということで、あの正面のバンカー左3分の1をキープしてください。おー、ナイスショー。あ、ちょっと真ん中行ってピンポジによってはあれでもど真ん中ですが、スタイミーになる場合があります。こんな感じです。モエカ選手はフェードヒッターなので、今このフェアウェイ右でもなんとかなるんですが、ドローヒッターの人はもう大変なことになってます。木が、スタイミーになってます。ここが16番の難しいところ。おお、ナイスフェード、素晴らしい。届いた？ショート、ちょいショート。さあ最難関16番ホール、ちょっと長いバーディーパットです。これをなんとか2パットで忍びたいところです。15番終わって2アンダー。
あーこれショート、ちょっとピンチでした。ちょっとピンチになってしまいました。抜かないの？さあ森田選手パーセーブできるか。おーナイスパー、ナイスパーセーブ。17番パー3です。183ヤード5ユーです。左から、こうちょっと珍しくドロー気味でも方向やそっち。よいしょ。無水が、お、ちょっと前川選手ピンチでした。バンカーに転がり落ちてしまいました。さあパーセーブなるか。バンカーセーブ。あーちょっと当たりがダメです、はい、強かった。ダメでした。さあ萌花選手パーセーブなるか。ちょっと長い5メートルぐらいの下りのスライスラインです。スライスラインじゃなかった、フックラインだった。惜しい、ボギー、はい、まあ、でもまだ1アンダーキープしてます、はい。最終18番、萌花選手1アンダーキープしております。狙い目は萌花選手の、240ヤードの飛距離であれば正面4つあるバンカーの2番目が狙い目です。あーちょっと右に出た。あ、右に出てしまいました、はい、右に出してしまいました。ラフですが、前は空いてます。フェアウェイに200ヤード戻していきたいと思います。うん、ナイスショー、全く問題なし。ナイスショー。残り、86ヤード、46度、ピンの左から、左、1、2ヤードからお願いします。なんかよさげ。おーナイスショー、ちょっと大きかった、でもナイスショー。さあ萌花選手が18番、グリーンにたどり着きました。左は有名なポピーポンドです。バーディー取ったら飛び込んでもいいよ。さあ萌花選手が18番グリーンを歩いております。1アンダー入れると2アンダー。さあちょいスラかな、スライスだね。さあスライス読めるか、どのぐらいのスライス。雨が降ってて重い、行くか。おいたー、2アンダー、ナイスバーディー。ポピーボンド飛び込む？いやそれは無理。さあポピーボンドです、はい、ここだよ、これポピーボンドです。やめてください、飛び込むみたいな。ポピーボンド後やん。あそこの、銅像がダイナショアですというエンターテイナーでした、そこのダイナショーの先の道がみんな選手が歩いてくる道です。
今日は前川選手2アンダーで200ドル賞金獲得しました。はい、萌香選手お疲れ様でした。はい、なんと90分でワンラウンド終わってしまいました。早かった、誰もいなかった、今日パームスプリングはここランチョミラージュは9月としては、20年ぶりぐらいの雨で、ちょうど雨が強くなってきたところで終わりました。はい、あと萌香選手2アンダーおめでとうございます。賞金200ドル獲得です。というかメジャートーナメントコースで2アンダー自信になったんじゃないの？そうですね、なんか、ここはピント台の方が簡単っていうあれなんですけど、去年ここを回ってトーナメントコース一番難しいと思って、でも今日アンダーで回れたんでちょっと自信になる。そうだ、アナインスピレーションであれトップ10だよ2アンダーって言ったら。、うん、はい、よくできました。はい、今日も良かったです。良かったです、はい、明日雨止んで、アーノルパーマできるといいんだけど、できることを祈ってます。はい、で今日のゴルフはどんな感じでしたか？そうですね、今日はあんまりショット、まあ、良くなかったというか距離がちょっと長いんでやっぱビタビタつけれなかったんですけど、パターとアプローチが良かったよね。すごく良かった。アプローチが良かったんでチップイン2発、はい、アンダーパーで上がれたと思います。素晴らしい、はい、お疲れ様でした。